はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございますの方はおはようございます、中野平です。本日はしゃべくり7、こちらを分析させていただきます。はい、ABCZ、そして河合文人さんの動画、大変好評の方をいただき、たくさんのグッドボタン、そしてコメントをいただいているのですが、その中に今回のしゃべくり7のメンバーを分析してほしいというものがあったんですね。で、この芸人さんの分析というものを実は以前より結構リクエストの方をいただいていて、やろうやろうとは思っていたのですが、結局、これまでですね、タイミングがつかめずだったので、チャンネル登録者数1万人、を達成したですね、このタイミングで、今回ですね、分析させていただきたいと思います。ただしゃべくりメンバー7人いらっしゃいますので、今回はですね、簡単に分析をさせていただき、また今後触れていければいいなと思っております。そしてですね、7人を分析した結果、非常に面白いことが分かりましたので、ぜひ動画の方最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、分析の方をしていきたいと思います。今回はですね、順番の方は Wikipedia の方を参考にさせていただきましたので、特に深い意味はございません。それではですね、まず最初にネプチューン名倉潤さんですね。1968年11月4日生まれ。ファイブアニマルの方はこちら、はい、という風になるのですが、名倉さん猿70% というのは正直僕の中ではかなり意外でした。というのはですね、まずこの猿 70% ということなんですけれども、この5アニマルというものはその動物の影響力というものが数値で決まっています。で、それがですね、本質が 50%、隠れが 20%、残りの希望、表面、意思決定がそれぞれ 10% ずつというですね、まあこういう割合で決まっているんですよ。なので、本質、そして隠れが猿の名倉さんは 70% が猿であるというのがですね、まあ僕は非常に、まあ僕の思うですけどね、名倉潤さんのこのキャラとしては意外だったなというふうに最初の印象で思いました。まあでもですね、その猿、以外のキャラクターというのが、羊、コアラ、ゾウと、これ、すべて、役割の4分類、僕のチャンネルはですね、多分類というふうに、表記してるんですけども、その中で、フォロー型、これをコンプリートされているんですね。まあ、なので、この猿の特徴から自分が前に前にというふうに突撃もできるし、そのですね、フォロー型の、キャラクターのこの気質により、サポート力もバッチリであるということで、こう、ネプチューンのリーダー的存在というところに関しましては、非常に申し分ない方なんだなというふうに、思いました。で、そういえばですね、奥さんに対して、結婚するときに、俺は全部オープンの人、というふうに、まあ、言っていたというのを番組、まあネットの動画だと思うんですけども、まあそれでね、見たんですが、そんなところがですね、こう猿っぽいこのオープンなところで、そして希望の像のこの一途というですね、キャラクター、まあこれも、そうですね、まあ非常に有名な、良好な夫婦関係に影響してるんだろうなというふうにも、僕としては思いました。いかがでしょうか。はい、そして続きまして原田泰造さんですね。1970年3月24日生まれ。ファイブアニマルの方はこちら、はい、という風になるんですが、こちらもですね、本質猿、そして隠れが羊というのは正直かなり意外な組み合わせだなというふうに思いました。なんというかですね、原田泰造さんのあの見た感じ、って言うんですかね、あのキャラクターっていうんですかね、なのでもっとこう格好つけるですね、動物が入っているのかなというふうに思っていたんですけれども、蓋を開けてみたらですね、明るくそそっかしいキャラクター、猿、チーター、そしてなんとも柔らかいキャラクターの、タヌキと羊ということだったんで、まあ、かなりですね、僕の中では、意外な感じでした。まあ、しかし
希望にですね、チーターというアイドル気質、スター気質、これがですね、非常に強い、動物がいる。で、そして希望なので、そういう存在に憧れている、そういったあり方に憧れている、こういったものがありますので、まあ、そういったところがですね、ある意味、この原田泰造さんらしいのかなというふうに、僕としては思いました。いかがでしょうか。はい、それでは3人目、堀内健さんですね。1969年11月28日生まれ、ファイブアニマルの方はこちら。はい、という風になるんですけれども、こちらはですね、表面が狼になりますので、こう、堀健さんのキャラクターというものには、納得がありました。そしてですね、その内面は、なんと、本質の黒豹、意思決定の猿、隠れのチーター、これは先ほどの役割の4分類でいうところの突撃型、それをコンプリートというですね、まさに変わり種の切り込み隊長というね、形でぴったりなんじゃないかなというふうに感じました。まあ、しかし、本質が黒豹になりますので、実は堀健さん非常に繊細で非常に真面目な方なんだなというのもまた見て取れるんではないかなと思います。希望も子鹿になりますので、それ以外の、動物がですね、すべて狼、黒豹、チーター、猿と単独行動を好む動物で構成されている堀健さんとしては、ちょっと自分の中に、こう、子鹿とのですね、キャラとの違いで、ギャップ、葛藤というものがあったりするのかなというのも、僕としては思いました。いかがでしょうか。はい、ここでお知らせの方させてください。皆様のですね、ここでは言えない、コミュニケーション、人間関係のお悩み。まあ、それはですね、自分とのコミュニケーションですね、自己分析から始まり、そして家族関係、職場関係、友人関係、恋愛関係などなど、皆様からの様々なご相談に現在、有料の音声返信、オンラインカウンセリングにてお答えの方させていただいております。興味のある方は、LINE 公式アカウントのチャットより、お気軽にお申し込みください。紹介ページでもですね、リンクできるようになっておりますので、よかったら覗いてみてください。そして、ここでは聞けない、会員限定の動画ライブを配信しておりますメンバーシップ、勉強会飲み会そして最近ではメンバーさんの顔出し、コラボ動画などですね大変盛り上がっておりますのでこちらも興味ある方はぜひご登録の方お待ちしております、毎週水曜夜8時から配信しております自由参加のライブ配信でも簡単にはなりますがご質問にお答えさせていただいておりますのでお時間よろしい方はぜひご参加くださいはい、それでは4人目クリームシチュー有田哲平さんになります。1971年2月3日生まれ。ファイブアニマルはこちら。はい。っていう風になるんですけれども、有田哲平さん、かっこいいキャラ、モテキャラでいたい人なんだなということが、僕の中では確かになった瞬間でした。というのはですね、本質と希望がですね、この黒豹、黒豹というのはスマートでありたい。まあね、わかりやすく言いますと、さっき言ったかっこいい人でありたいというですね、まあそういったものがあるんですよ。なので、それがですね、本質で 50%、そして希望、憧れてるスタイルもまた同じく黒豹になりますので、その割合というのもそうなんですけれども、その配置ですよね。それによって、まず間違いないんではないかなという、いうふうに、僕としては思いました。と言ってもですね、まあファンの方にとっては、いやいや、それは当然でしょっていうふうに、まあ思ってる感じかもしれませんけれども、このね、ファイブアニマルというもので見てみて、まあ確信、確証というものが、持てる一つのですね、理由に、なったんではないかなと思いました。それでですね、隠れも変わり者の狼になりますので、結構、この有田哲平さん、独自の世界観というものをお持ちですし、付き合う、こう、相手というのも限定されてくるんではないかな、というふうに思いました。この黒豹、そして、狼というのは、たくさんの方でワイワイするというですね、まあそういったキャラクターではなくて、この人というふうに、まあ定めてですね、その人と深いつながりを、まあ求めるという、まあそういった特徴があります。で、それは意思決定の小鹿も同じなんですね。まあなので、そういった付き合い方になるんではないかなと思います。そして、
表面がですね、羊で、この羊のですね、その、キャラ的にですね、非常に柔らかく見せてはいるんですけれども、実は自分の容姿やそのキャラというものを自分でいじるというのはありなんですけれども、人にいじられるというのは、これ本質の黒ひょうプラス隠れのですね、狼の特徴も相まって、実は結構イラッとしてるんではないかなというふうにも、僕としては思いました、こんな感じでいかがでしょうか。はい、それでは5人目、上田晋也さんになります。1970年5月7日生まれ。ファイブアニマルはこちら。はい、というふうになるんですけれども、本質が狼で名司会者というのがですね、あくまでですね、この動物のキャラ的になるんですけれども、ちょっと意外だなというふうに最初は思いました。まあ、しかしですね、表面が虎、そして希望が羊、加えて隠れも狸で、こう全体像を見渡せる動物というものがしっかり入っているので、改めてですね、よくこのファイブアニマルを見てみると、まあ全然納得の結果かなというふうに思うことができました。このですね、全体像を見る、それは先ほどから出てきます4分類になるんですけれども、突撃型、そしてフォロー型出てきましたが、他にですね、アイディア型と、そして指揮官型というですね、こういったものがあるんですよ。で、その中でこの虎とタヌキというのが指揮官型になるんですね。で、そして希望の羊さんというのはフォロー型になるんですが、全体像を冷静に見ているというですね、まあそういったことが非常にできるですね、キャラクターになってくるんですよ。まあなので、そういったですね、まあ全体を見渡すことができるということが、まあこれによりですね、説明できるんじゃないかなと思います。で、逆に、それでいてですね、本質が狼なことにより、鋭い突っ込み、上田さんだけのこう、独自の切り込み、言い回しとか言い方とかですね、っていうものがあって、そのバランスというものが、司会業に対して、こう、プラスの影響というものを、まあ、与えているのかも。まあ、あくまでですね、個性侵略で考えるとねっていうことになってくるんですが、まあ、そういうことがあるんではないかなと思いました。そしてですね、最後に、個人的にですね、こう、隠れに、あの上田さんの、あのですね、まあ、ちょっと強い言い方なんですけれども、その最終的な、この無意識感のところにですね、タヌキがいるというのがですね、僕的には、個人的に、ちょっと、ツボだったりもしました。こんな感じでいかがでしょうか。はい、それでは6人目、チュートリアル福田光則さんになります。1975年8月11日生まれ。ファイブアニマルはこちら。はい、っていう風になりますが、まあ、あまりですね、詳しくはないんですけれども、まあ、それでもですね、このしゃべくり7においての福田さんのポジションそのまんまのキャラだなというふうに、僕としては思いました。っていうのはですね、他の6人の方々と比較しますと、まあ、わかりやすく言わせていただきますと、最もノーマルな人、まあ、そのように感じるんですね。このファイブアニマルを見て、まあ、あくまでですね、この状況での話になりますよ。で、補足の方をさせていただきますと、この動物的に非常に落ち着いた人のいいキャラばかりになりますので、優しすぎる人という感じになってくるんですよ。まあ、なので、正直福田さん、前に出なくても逆に後ろにいることでみんながこう安心することもできますし、本人としてもですね、まあ、ちょっと深みになるんですけども、割と、落ち着いていたり、まあその場所が、っていうか、もっと言うと騒いでいるこうみんなを見ていて微笑ましい、楽しいなとすら思っているんじゃないかなというふうに、まあそんな人なんじゃないかなというふうに、僕はですね、このファイブアニマルを見て、思いました。皆さんいかがでしょうか。はい、それでは最後になります。7人目、徳井義美さんになります。1975年4月16日生まれ。ファイブアニマルの方はこちら。はい、徳井さんですね、確か、結構前になるんですけれども、中村ラジオだったかな、なんかどっかでですね、一度分析した記憶があるんですよ。まあ、なのでですね、気になる方は、ぜひ、そちらの方も見ていただきたいんですけれども、まあ、改めてですね、今回は、しゃべくり7の方で考えさせていただきます。で、このファイブアニメを見たんですけれども、同じ
羊でも福田さんとは全然違うキャラになるなぁと思いました。やっぱりですね、それはペガサスの存在感ですよね。で、そこに加えて意思決定も大物志向になりますので、ぶっ飛んじゃってるいい人という感じを、僕としては受けました。で、7人の中でこのペガサスというものを持っているのは徳井さんだけになりますので、正直かなり目立つし重要な存在だと僕としては思います。自粛期間中ですね。その時の、しゃべくり7を見ていた人は、まあ、体感的に、感じたんではないかなというふうに思うんですけれども、徳井さんがいないとですね、番組のこう跳ね方っていうんですかね、そしてそれゆえの華やかさ、というものがおそらく全然違ったんではないかなというふうに思うんですよ。それぐらいにこのペガサスの存在感というものは非常に影響力、華やかさというものがあるんですね。良くも悪くもということになります。皆さんいかがでしょうか。はい、ということで今回は以上になります。最後にですね、皆さんお気づきになられたでしょうか。ネプチューン、クリームシチュー、チュートリアル、各コンビ動物がめちゃくちゃわかりやすく被っているんですね。これはですね、僕も今回分析してみて非常に驚きました。その本質の動物だけではなく、そのファイブアニマルを全体で見た上での被り方が非常にですね、わかりやすかったんですね。なので、今後、芸人さんをですね、分析していく上で、これ、新しい傾向が見えてくるのかもしれませんので、また、これからもですね、いろいろな方をですね、分析させていただきたいと思っております。動画の方、今回も最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。それでは、また次の動画、次のライブ配信で皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。